プルマン製ビジネスカープライベートカーは特定の個人が使用するために製造または改造された鉄道の客車である鉄道会社が保有し社長や幹部が使用するものはビジネスカーと称される列車に連結されて運転され乗車している人に究極のプライバシーを提供する鉄道会社の事業用車としてその鉄道会社の幹部を乗せたり 特に裕福な個人が旅行や娯楽のために利用したりした。特にアメリカ合衆国で見られたものである。また政治家が演説旅行に使用して駅ごとに集まった聴衆に対して展望者から演説をするといった目的でも利用された。19世紀末の金ピカ時代には裕福な人々はそれぞれの目的に合わせて製造した綺麗に飾られた。 プライベートカーを所有していた。また、クルマンやバッドなど多くの車両メーカーによって製造された当初は一般の客車として営業運転に用いられていた車両が後にプライベートカーとしての使用用に改造された。車両の使用は様々であるが一般的に展望デッキを持ち、台所、食堂、居間、秘書室、展望室、使用人室などを備えていた。 リーランド・スタンフォードなどの鉄道で財を成した人々も、また、プライベートカーを所有していた。アメリカ合衆国大統領となった、エイブラハム・リンカーンは、大統領用に用意された、こうした、凝った車両を好まず、死後に遺体を棺に入れて輸送するときに乗せられただけで、あった。プライベートカー、カリタス、ボストン南駅にて2001年プライベートカーは、 アメリカの鉄道旅客輸送の前世紀にはかなり普及しており、長距離旅客輸送が不採算となって、連邦政府出資のアムトラックに移管される1971年頃までは見られた。その後も使用され続けている、プライベートカーもあり、ツアーなどに使用されたりイベントに貸し出されたりしている。また生態保存された車両もある。 少数の車両のみがアムトラックの基準に準拠する改造を受けてアムトラックの列車に連結して個人旅行を行うために使用されている。作家のルーシャス・ビーブとそのパートナーのチャールズ・ m クレッグは最終期のプライベートカーのうちの2両ゴールドコーストとバージニアシティを所有していた。ビーブが1959年に書いた線路上の豪邸。 プライベートカーの伝承では、アメリカ合衆国のプライベートカーの初期の歴史が紹介されている。熱心な鉄道ファンが、こうしたプライベートカーが解体されるのを防いだことがある。かつて、プライベートカーであった車両を貸し切ることが、上級の旅行産業において一つの業態となっている。そのためのニッチな雑誌、プライベートバーニッシュも発行されている。 アムトラックの規定では、車内で使用する電力の供給線と列車制御伝送線の設置を義務づけているが、プライベートカーの中には発電機を搭載していて、貨物列車に連結しても同様に走ることのできるものがある。レストアされたプライベートカーのほとんどは現代の規定に適合するように改造されている。イギリスでは、こうした車両はとても珍しかった。 しかし、サザーランド公爵が所有していた客車の例があり、これは、ヨークのイギリス国立鉄道博物館で展示されている。ありがとうございます。